ムーブツーフロントとは、再起時間符号化法の一種で、再起順位符号化法や、ブックスタックとも呼ばれる符号。実装に配列やリストを使用して、要素を先頭に移動する操作をメインとすることから、この故障で呼ばれることが多い。ブロックソートを行ったデータを MTF 処理すると圧縮しやすいデータになることから、主にブロックソートを用いる圧縮プロセスの一部として利用されている。 動作原理は単純ながら否定上であるため、その理論的性能の解析は困難であった。2005年に一時、マルコフ情報源の特定の状況においてのみ、エントロピーレートを達成することが明らかになっている。まず初期化として、符号化の対象とするデータ列をリスト上に並べる。次に、符号化対象とするデータ列から記号を一つ読み込む。 この読み込んだ記号が以前に出現していなければそのまま出力する。同時に出現した記号をテーブルに登録する。一度出力したことのある記号まで1と2を繰り返す。出現した記号は常にテーブルの先頭に登録する。A は一度出力したことがあるので以前の A がテーブルの何番目に位置するかを整数で出力する。そしてこの記号を テーブルの先頭位置に移動する。データ列のすべての記号を符号化するまで、この操作を繰り返す。このように MTF を施すとデータが偏るようになる。これを圧縮すると高い圧縮率が期待できる。ありがとうございます。